不器用な選手、状況の立ち位置の微妙性うまくないということですかそうですね。なんかこう、経験、直感で判断するっていう言葉よくあるじゃん。直感って経験の蓄積で、その経験をさ、頭の中でうまくカテゴライズしてさ、これはこう、これはこうっていう感じで、それを瞬間的にポンって出す能力かなと思うんですけど、それがなんか、照らし合わせっていう作業が多くなったり、照らし合わせらんないみたいなさ。そう、だから不器用な人って、なんか、一個一個こう、本と照らし合わせなきゃいけないみたいな。え、だってよ。 にに書いいいいてててななななじじゃゃですかみたいな感っっちゃっててそういやこれは原則破った方がいいというか原則はそうなんだけど実際これって原則の状況とちょっと違うの分かんないかみたいな感じのことがジンチェンコは多いですね。でジンチェンコは足元の柔らかさがすごいからトラップめっちゃうまいもんね。多分あれ噂の出方的にさリサ丸の辞典がジンチェンコだったでしょあれ。 その辺で、サマ丸を先に取ろうとしてたっていうのがね、あの、アルテタをちょっと信用できるところですけどね。サマ丸は足元全然ジンチェッコより硬いけど、そういった、なんかこう、思考の器用さがあるんで。